松坂桃李や千葉雄大など数多くのイケメン俳優を輩出してきたスーパー戦隊シリーズ、1975年の秘密戦隊ゴレンジャーに始まり、ジャッカー電撃隊とバトルフィーバー J の間の空白の2年間を除き46年間通年放送され続けている日本を代表する特撮ヒーロー。そんなスーパー戦隊の今回はゲストやレギュラーとして出演されていたあまり知られていない意外な俳優女優を10名まとめてみましたのでお楽しみください。また皆さんの世代のスーパー戦隊などもお気軽にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。1人目、関根勤。1975年、伝説の始まりである秘密戦隊ゴレンジャーにてトラックの運転手役で57話に出演。当時はラビット関根という芸名で、こちらは前年公開の映画トラック野郎暴走一番星に関根さんが出演していたことにちなんで配役されたとか。関根さんはシリーズ38作目の列車戦隊特急ジャーでもレギュラーで出演され、なんと特急7号に変身できるようになり、主人公たちとも共演を果たしておりました。続いて2人目、唐沢俊明。1982年放送の6作目、大戦隊ゴーグル5第7話にて研究員役で出演。当時のクレジットには唐沢清と記載されておりました。この回の登場のネコモズーによって最初に襲撃される東日本太陽熱発電所の研究員でした。唐沢さんはスペシャル版10号誕生仮面ライダー全員集合でたまたま近くにいたからとライダーマンの意思を着せられ撮影現場に投入されたというエピソードもありました。続いて3人目、篠原涼子。1989年放送、シリーズ13作目高速戦隊ターボレンジャー第33話で女子高生役で出演。篠原さんはこの出演が実質的な芸能界デビューでもあったらしいです。今の面影もあって見返したらすぐに気づきそうですね。ラストシンデレラやアンフェアシリーズなどヒット作でも主演として務められている篠原さん、戦隊シリーズでゲスト出演されていたのが意外でした。続いて4人目、水野美紀。1990年放送、シリーズ14作目、地球戦隊ファイブマン第39話でミリア星人ソーラ役で出演。ファイブマンの敵であるビリオンに恋をしていてファイブマンと戦うことになってしまう宇宙人役でした。劇中ではファイブイエローとの一騎打ちで体を張ったアクションもされておりました。今なお人気の水野さん、当たり前ですが今とは違った感じの演技が見られる貴重な回でもありました。続いて5人目、中川翔子。同作地球戦隊ファイブマンにて逃げる子役と言われたり双子宇宙人で出演とされていますが、ファイブマンを確認しましたがどれがしょこたんなのか私には全く分かりませんでした。ファイブマンの劇中で子役を探すのはそこまでしんどくはないですが、当時5歳ということでしょこたんの面影を見つけるのがかなりしんどいです。また42話での登場シーンが編集でカットされていたという諸説もあり、しょこたんのファイブマンでの登場は都市伝説にもなっております。コアなファンの方、真相がわかる方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。またしょこたんはデカレンジャーにも出演、ヒロインのオーディションには4回の落選などそこにかける思いがひしひしと�伝わってきますよね。続いて6人目、高橋一生。1992年放送、シリーズ16作目、恐竜戦隊10レンジャーにて魔女パンドーラの息子ダル族の王子怪役で47話から50話に出演。劇中終盤での登場で子役にもかかわらずそのインパクトは絶大でした。今でこそ細身のイケメン俳優に属されますが、当時の幼少期は今からは想像できないまるっとした体型で生意気な役柄を演じるなどファンの間では貴重な回となっております。続いて7人目、井上真央。1994年放送、シリーズ18作目、忍者戦隊カクレンジャー30、31話、忍者ホワイト幼少期の鶴姫役で出演。同作はレッドではなくヒロイン枠にあたる忍者ホワイトがリーダーでもあり、その幼少期という重要なポジションで大抜擢。当時5歳くらいですが今の面影もあってめちゃくちゃ可愛いので、気になる方はカクレンジャー本編で確認してみてください。またカクレンジャーのオープニングもめちゃくちゃいい曲なのでぜひ聴いてみてください。続いて8人目、遠藤憲一。同作忍者戦隊カクレンジャーにて第14話から第31話に貴公子ジュニア役で出演。妖怪軍団の幹部としてカクレンジャーと激戦を繰り広げてきました。正直敵の組織の幹部が遠藤さんだったら睨まれただけで変身が解けてしまうほどビビりますが、
当時はキザなキャラだっただけに、最後もバラを持ったまま残留思念になりながら消滅していきました。続いて9人目、新川優愛。2012年放送、シリーズ36作目、特命戦隊ゴーバスターズにて早乙女麗華怪盗ピンクバスター役で41話にゲスト出演。文字通りピンクを基調とした衣装と髪色で、当時19歳頃の時ですが、今と変わらず容姿端麗な顔立ちで、また生身での出演だったのでアクションシーンもあり存在感がありました。というかゴーバスターズでもう10年前になるということで、改めて時の流れが早く感じますね。はい、ということで今回のラスト10人目、福原遥。2014年公開の列車戦隊特急ジャーザ・ムービー・ギャラクシー・ライン SOS にて車掌レディ役で出演されていました。こちらは記憶も新しく、それなりの話題にもなっていたので、ご存知の方も多いかと思います。子役から活動されていて、今もなお YouTube での活動やテレビなどに多く出演されていてすごいですよね。特急ジャーには志尊淳さんや横浜流星さんなど今を彩るイケメン俳優も出演されていて、この映画の顔面偏差値はシリーズ屈指だと思います。はい、ということで今回は意外にもスーパー戦隊シリーズに出演していた俳優女優さんをまとめてみました。皆さんは何人知っていましたか？他にも知りたいことがあったらお気軽にコメント欄で教えてください。また他にも意外にも出演されていた俳優女優さんなど知っている方がいましたら、こちらもコメント欄で教えてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。